今回紹介するのは、企業の天才、エゾヤヒロ8兆円企業リクルートを作った男、という本です。Amazon CEO、ジェフ・ベゾスは、このやばい日本人の部下だった。かつて日本には、企業の天才がいた、リクルート創業者、エゾヤヒインターネット時代を予見、日本型経営を叩き潰し、 自分では気が付いていない才能を目覚めさせた社員のモチベーションを武器に彼が作ろうとしたのは Google のような会社だった。だが彼の名は企業の天才ではなく戦後最大の企業犯罪リクルート事件の主犯として人々に記憶されるベンチャー不毛の地となった日本に必要な。 企業家の支出とは何かリクルート事件の大打撃を乗り越え1兆8,000億円の負債を自力で完済、株式時価総額で国内10位にまで成長した奇跡の会社はどのように作られたのか苦境に立ち逆風に向かうすべての日本人に送る歴史から葬られた。 企業の天才の真の姿とても面白かった本書はリクルート創業者のエゾエ氏について非常に丁寧に描いた本である個人的には今までのエゾエ氏に関する本では知らなかったところがあり大変興味深く読んだ本書を読む限り 彼は本当に才能のある経営者だったのだろうと思う当時は今にも増して経験と勘に頼る経営者が多かった中江エ氏は科学と合理性を重視したまさに冒頭で滝本哲史氏が言う目的合理的で資本主義そのものの人物だと言ってよいのだろう優れた発想力や行動力人心掌握力でリクルートを急成長させた彼からは 見習い学ぶべきところが非常に多くあると思ったまた本書はエゾエ氏の反面教師としての側面も克明に描いている特にバブル期のエゾエ氏は本当にひどい彼はバブルに浮かれうぬぼれた天狗になり性格が傲慢になっていった当然 人身も離れるそれを勘んめるだけのメンターを持たなかったことが彼にとって不幸なことだったリクルート事件も起こるべくして起こったのだろう IPO 後にほぼ値上がりすることが確実な未公開株を事前に政治家に配るのは贈賄である倫理観がもう少しあれば起きなかったかもしれないことを考えると。 とてもも残念だし、っったた。いなかった本書は江添氏の光と影について克明に描いておりとても面白かったおすすめですなぜ日本はここまで経済でも文化でも人間的にも落ちぶれたのか江添弘正はリクルートの創業者で日本人離れした天才的起業家だったしかし天才だけに周囲から理解されないことが多く 最終的には新聞社から妬まれリクルート事件で起業家としての生命を奪われた本の中でも書かれているようにアメリカなら世間知らずの天才起業家を演じる投資家と言われる経験豊富な投資家が支える日本にはそのような存在になれる人がまだまだ少ない最近は少し変わってきたと思うが 本質的にはあまり変わっていないだろうシリコンバレーでは10回企業に失敗した人間を1回も失敗したことのない人より評価する日本には失敗を許容しない文化があるリクルート事件は今でも冤罪だったという人は多いまたリクルート潰しから始まった平成の時代は 閉塞の時代となった平成の時代である1990年代以降に創業した日本の会社から世界企業に成長した会社は残念ながらない。アメリカや中国では毎年のように新たなユニコーン未上場の資産価値10億ドル以上の企業が次々に生まれているが、 日本からはほとんど出てこない韓流と言われる韓国のエンターテインメントが世界を席巻している映画は「パラサイト」がアカデミー賞を取り、音楽は BTS がビルボード1位を取り、ドラマ「愛の不時着」「なし」「安すしンクラスなどが世界中で人気を博している日本の映画「音楽」。 ドラマで世界で評価されるのは今やアニメくらいしかないなぜ日本はここまで経済でも文化でも人間的にも落ちぶれたのか心ある日本人が最も気にしていることであるその答えがこの企業の天才江添博正の中にある心ある日本人および日本の復権を担う人にはぜひ読んで やるべきことをししっかり見つけ出してもらいたい。た以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします